大谷竹春のマイロードラジオ。こんばんは。名古屋出身在住のシンガーソングライター大谷竹春です。大谷竹春のマイロードラジオ2回目を迎えました。さあ皆さんは花見に行きましたか？今日は桜のようにビューティフルにお届けします。それでは10分間どうぞお付き合いください。この番組はロードインターナショナルの提供でお送りします。楽天総合ランキングで大人気のコスメ商品 B ロード知らないシリーズは、メイクを崩さない女性の強い味方。次世代ウォータープルーフでどんな時でも華やかに、乱れない崩れないメイクの花を散らさない、アイメイクは B ロード。はい、改めまして大谷竹春です。そしてこの番組のアシスタントは大脇愛です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあさあ愛ちゃん、はい、今週の火曜日に誕生日を迎えたということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いくつになったんですか？21歳になってしまいました。しまいました。それはそれはまだまだ全然若いですね、はい、もうどう、21歳のなんか目標とか？そうですね、うん、やっぱり音楽もやらせてもらってるので、うん、ライブパフォーマンスをちょっとちゃんとできるように、はい、MC がちょっと苦手なんで。お、僕と一緒だ。あ、本当ですか？この番組で頑張ろうね。はい、頑張ります。さあそんなね、あの愛ちゃん、あの野球って見ますか？はい、中日ドラゴンズ。野球は全然わからないんですよ。あららららら。実はね、今日僕の知り合いのドラゴンズの球団の、ね、方がいらっしゃるんですよ、はい、ね、で、はい、今年のドラゴンズ本当全然わかんない。全然ルールも本当にわからないですね。放送後僕が2時間ぐらいびっしりと。あ、ぜひぜひお願いします。あ、言いたいんですけど、今年は本当にね、あの昔憧れてたね、僕の選手がすごい活躍してましてね、はい、うん、例えば川上健進選手、はい、聞いたこと、はい、ありますか、はい、で、あと山崎武史、あと山本昌人ね、本当僕が学生の頃にこうすごく見ていた選手がね、改めて活躍してるのがね、今年は本当に僕は嬉しく思って、で監督陣も僕は本当小学校とかね時にずっと選手で活躍した方があのコーチになってまして、例えば鈴木高政選手で、僕高政の、高政って呼び捨てでいいんでしょうかね。高政さん の, あの娘さんと僕ね、はい、同級生だったんですよ、小学校の頃、ですごく仲良くてね、はい、よく高政さんにも会わせていただいたりとかして、であと今中慎二さんね、もうコーチですけど、今中さんは実は僕の近所に住んでまして、あの直接ねサインもねもらったことがあるんですよね。だから本当に今年のドラゴンズはもちろんルーキーのね、あの方たちもすごい頑張ってるんですけど、まああのそういう昔活躍した方が改めて活躍してる場がねあって、すごく、まあ、僕もね勇気をもらってるので、ちょっと愛ちゃん一緒に野球見に行ってね。あ、行きたいです ね、連れてってください。もちろんもちろん。ルールも全然わかんない感じ。わかんないんで、あの横で解説していただけると。じゃあ本当にあれだね、解説をガーッとしながら痛めながら、はい、ね、一緒にぜひぜひ、ね、野球も見に行きたいなと思いますけども、まあ愛ちゃんということは野球の応援の楽しみもひょっとして知らないですね。これはね、僕あのドラゴンズ大好きな僕からすると、はい、本当にもったいなくて、もうよくテレビとかで見ますよね、あの、はい、こうユニフォーム着て、はい、ユニフォーム叩いてますね、皆さん。もうあれはね本当嫌なこともね全て忘れてね応援できて、すごく楽しいので、はい、そうなんですか。もうちょっとそんなね、その楽しみを知らない愛ちゃん、はい、もったいなすぎるので必ず僕が連れてきます。あ、じゃあ教えていただきたいです、はい、ぜひ。もうね、何ヶ月後にはドラゴンズ大好きっていうようにね。あ、本当ですか、はい、なりますかね。絶対なります。よろしくお願いします。はい、じゃあ、ね、ぜひ一緒に行きましょう。はい、それではここで曲をお届けします。まもなく発売になります新しいアルバム待てばプラスの日和ありの中から、大谷竹春で前へ習え。背の比べ合いをして
し負けそうになった。僕はちょっと胸を張ってみたんだ。朝礼で並ぶ時にいつも僕は一番前だった。でもその次の日から一つ後ろに負けないで。はい、お送りしましたのは大谷武春で前へ長へでした。楽天総合ランキングで大人気のコスメ商品 B ロード知らないシリーズはメイクを崩さない女性の強い味方。次世代ウォータープルーフでどんな時でも華やかに、乱れない崩れないメイクの花を散らさない、アイメイクは B ロード。はい、エンディングの時間になりましたけども、さあさあ愛ちゃん、はい、どうですか2回目ラジオ。そうですね、はい、ちょっと大谷さんが野球好きだとは全然知らず、はい、はい、私本当に全然わからないので、はい、大谷さんちょっと連れてってくれるってことだったので、はい、楽しみにしています。ぜひぜひ、じゃ あ, ユニフォーム一緒に買って、はい、新しいねユニフォーム買って応援に行きましょうね。はい、行きましょう、はい。そして番組にまたねメッセージいただいてますのでご紹介します。多治見市のヤッシーさん、ありがとうございます。今度新しい CD を発表されるということで、ファンとしては待ちに待った新曲が聴けるので楽しみです。ラジオの中でじゃんじゃん流してほしいですというねメッセージをいただきました。さあ今日も新曲前へ習いかけましたけども、今もうねプレスに CD も出してますので、まもなく発売日もね発表できると思いますので、ぜひヤッシーさん楽しみにしていてください。ありがとうございます。そして大谷武春はライブがあります。4月14日の土曜日、ちょうど明日ですね、愛知県瀬戸市の東祖祭りに出演します。場所は尾張瀬戸駅下車東へ徒歩5分のところにあります青の広場で歌います。時間は11時12時30分14時30分の3回歌いますので、ぜひぜひ皆さん見に来てください。さあそれではまた来週も聞いてください。お送りしたのは大谷武春とアシスタントの大脇愛でした。バイバイ。この番組はロードインターナショナルの提供でお送りしました。